はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。今日は8月25日火曜日、時刻の方は18時5分です。見えるてれてててグイー。はい、そんなわけで今回はシマパッド M2 Pro 到着ということで、オープンボックス動画になります。やっと届いたぜね。7月の25日ぐらいかな、発送してもらってね。多分1ヶ月かかった。1ヶ月で、これね、これがそうなんだけども、正真正銘のね、M2 Pro になります。まだね、日本でまだ売ってるのかな、どうなのかな、あんま見かけないね。リブとかも見かけないけども、7月の25日にこのように、発送していただいておりますね。このシマパッドさんね、メーカーさんから直になります。で、これなんて書いてあるのかっていうと、今ね、翻訳ソフトがあるんだよね、これね、で、翻訳アプリで、翻訳アプリでスクショ撮ったのはあれなんだね、見れないんだね。こうやって、ね、翻訳アプリで写真を撮ると翻訳してくれるね。なんて書いてあるかっていうとね、こんにちはね、スマパッドの開発者です、ありがとうございます、ね、Thank you very much、テストするあなたの意欲をありがとう、ね、当社の製品を評価するあなたからのすべての提案と訂正は非常に重要です、うん、で、私たちは多人数のための最も高品質のイヤホンをお提供することにコミットしています。またあなたとあなたの作品はますます愛され、称賛されると信じています。幸せな生活と健康を願っていますということでね、スマパッドの開発者様よりね、ありがとうカードが入ってました、ありがとうございます。 Thank you very much、ね、そんなわけで、元気なおじはね、今から開封したいと思います。で、このね、スマパッドね、このM2 Pro なんだけど、ちょっとね、話題の、ね、超ウルトラド変態イヤホンとなっております、ね。一体どんなものなのかね、じゃあちょっと簡単に見てみましょう、ね。で、画質でね、見せようかなと思ったけども、今回は、はい、直接このね、スマパッドさんのこれ、オフィシャルホームページになります。で、このオフィシャルホームページのところには、このスマパッドね、M2 Pro、ね、M2 Pro がここにあります。で、詳細はね、そんなに詳しくないんだよ。で、詳細はどっちかというと、まあ、中国なんでね、この今、最大手、このね、アリエクスプレスが一番皆さんもね、馴染み深いというか、まあ、一番身近なところだと思うんだけど、このアリエクスプレスは今、このね、シマパッド M2 Pro、モジュール設計交換可能なイヤホンだよということで、こうやって販売しております、これはね。で、動画もね、これあるので、まあ、ちょっと見てみようか、これ動画ね、うん、分かった。これ中のドライバーをこうやってね、交換することができるんだよ。すごいでしょね。こんな、ただ交換するだけじゃなくて、これね、ハンダ付けするんだって、これすごいでしょ。こんなイヤホンあったって感じだよね。いや、びっくりだよね、これね。で、いや、まあ、見た目かっこいいよね、まあ、何色が入ってるか分かんないけども、これがね、ゴールドリングになってるね、これがね。どんな感じか、ちょっと早く現物見てみたいんだけど、いや、かっちょいい、スタイリッシュだよね。うん、ね、いや、いいよね、このカラーリングもね、ゴージャスだよね。うん、はい、で、ここのドライバーをね、交換することができるみたいです。ね、いやー、これ、ハンダで交換っていうのね、ちょっと笑っちゃうよね。で、これね、どんな商品なのかっていうのをちょっとこうスペックを見てみます。スペックね。
で、スペックの内容を見てみるとこのようになってます。よいしょ。はい、製品名はこれね、スナパッド M1 プロインナーイヤー型って書いてあるけど、これ2じゃないのこれ、ね。で、モデルは M2 プロなんだね。これモジュールのバージョンだそうです。で、今ねこの M1 と M1 プロっていうのがあって、でそれが日本のアマゾンでも販売しています。でこの M1 のこれモジュール、これモジュールのバージョンって書いてあるけど、これがね Mac2 ってことなんだね。結局ねモデル2ってことなんだね。だからこのスママットの M1 とその交換用の要はこのモジュール、ね、これをつけたものプラスアルファしたもの、これがM2 プロっていうことなんだね。これだからモジュールのバージョンっていうことなんで、公開用がついたってやつだと思います、おそらくね。でインピーダンスは40オームということになります。40オームだとねどうなんだろうね、ちょっとスマホにつけた時に大きく出るのかな、どうなのか。40だとちょっと数字が大きいよねこれね。まあ、それでね、まあ、だいたいあの細かいのはまあこんな感じなんだけど、まあ、ここら辺のスペックよりもまあ現物の方がね皆さん興味があるんじゃないかなと思います。でこのあのイヤホンのインターフェースなんだけど、これ MMCX なんでボタンでこうパチンパチンって作るやつなんだね。あの2ピンのやつだとどっちの曲線なんだよってね、あれがなかなか見にくいんだけど、この MMCX タイプだとおじいは安心です、ね、もう老眼で目が見えなくてもパチンとこうつけることができるんで、まあ、これちょっとねありがたいなと思いますね。はい、でこれドライバーがねこれあの 15.4mm って書いてあるんだけど、あの普通イヤホンだと 10mm とかね、でかいのが 12mm とかあったけど 15.4mm ってこれちょっとすごいよねって思うよね。びっくりするよね 15.4mm だよこれね。はい、でこのモジュールがこれが M2 って書いてあるんだけど、これがあのモジュールの型番なんで、だこれ自体は M1 なんだけども、このモジュール番号が型番が M2 ですよってことなんだねこれはね。はい、じゃあちょっとね、まあ、詳しい内容を見たい方はまたあの直接見ていただくとして、ちょっとこれ実際にオープンボックスしたいと思います。アグリ買います。早いでしょ、今回はサクサクいっちゃうよ。はい、こちら見てね。はい、アングルを変えました。皆さん見えますか。まずテカテカしちゃってるんで、このビニールをね、先に取っちゃいたいと思います。ちょっと待ってね、ビニール取っちゃうねこれね。よいしょと。はい、このねテカテカがあるとねもう反射しちゃってしょうがないんだよね。はい、まずは最初はこれを取ってしまいましょう。はい、改めましてね、スマバット M2 プロになります。まあ、パッケージはこんな感じ、ちょっとこう大きいよね。通常はこれぐらいのサイズなんだけど、ロングサイズとなっております。はい、横もちゃんとねロゴがついています。はい、そしてね後ろこんな感じ。はい、それではね開封したいと思います。オープンボックス、テレテレーン、よあれよいしょ、あハサミで傷ついちゃった箱ね。よいしょよいしょ。はい、てってて、今ちょっと見えちゃったね。せーの、ピョ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 ーということで、はい、オープンボックスをすると一番上にこれね、プロマーク2のこちらマニュアルがついています。で、まあ、これ海外から直接来てるので、マルチランゲージになってればいいんだけど、おそらくね日本語対応になってないような気がするけど、どうでしょうかね。たーん、こっちにはありません。さあ裏側には期待の、はい、ありませんでしたね。ノージャパニーズランゲージということでね、日本語はありませんでした。はい、残念ということで、もう何をどうしたらいいかねさっぱりわからない状態に、陥ってしまいました。で、これね、もうめちゃめちゃこのブルーが綺麗だねこれね、あの保護フィルムが。でこれがね、イヤーピースになってるねこれね。はい、これをこうつけることになるんだね。いやかっこいいねこれ、めちゃめちゃかっこいい。でここがこう丸いおしゃれなねこのサークル丸くなって、ここを開けるとおーなんか蛇がところ巻いてるみたいね、なんかスネークだねこれね、本当
おお、おしゃれ、本当すごいね。いや、これはね、嬉しいね。このギミックなんだっけ、あのちっちゃいお菓子なんだっけ、あったよね、あの買って開けて入れる楽しむやつね、こんなちっちゃいフィギュアのあれみたいな感じで、ちょっと遊び心があっていいよねこれね。はい、こちらがねケーブルになります。 MMCX になりますね。レッドがライトね、そして、こちら側のね、のマーク、こちらねシルバーね、こっちがレフトになります、ね。うん、このケーブルの太さもね、まあそこそこいいよね。よくあのチャッチーやつだとすごい細いんだけど、ね、おー、いいんでね。うん、ね、うん、まあ持った感じね、うん、やっぱこうケーブルの重みが結構ちょっとこうずしってくるね。重たいってほどではないけれども、結構安っぽさは感じられないですね。はい、じゃあそしてね、まずイヤーピースの方はね、これをちょっとこう、あ、その前にここなんだ、あ、こういうの、何これ、こんなん可愛いところにギミックがあって、この中に交換用のイヤーピースがね入ってました。でこれが、あ、振動板、あ、これだね、これがマーク2なんだね。これで中のやつをほじくり出して、でハンダ付けしろってやつなんだねこれね。へー、これがね、振動板が入ってました、交換用のね。でこれ結局取り出しにくいんじゃないかこれよ。はい、よいしょと、ここら辺もあれだね、もうちょっとなんかこうギミックで取り出しやすくしてくれたよ。これ取りにくいよこれね、うん、よいしょ。はい、これね、ここが取りにくい、よいしょ。あ、2種類入ってる、でもこれね取りにくい、ちょっと、あ、これね、これ口、あ、破れちゃった、これ取れるタイプじゃないんだ、くっついてんだこれ。これね、どうやって取ったらいいのこれ。よいしょ。はい。これは、ほら、透けてるよ。これね。こんな感じ。そしてこっちはね、もっとね、ふかふかしたやつ、あるんだけど、よいしょと。ほら、めっちゃ薄い。このスポンジみたいな、ほら。これね。これでまた音が全然違うんだろうね。これね。うん、よいしょと。これなかなかね、よいしょ。はい、やっと取れました。やっと取れた。ということで。で、おぉ、かっちょええ。ゴージャス。ね。で、こっち側が気候なんだけど、こちら側にこれペロペロがついてるので、このペロペロをね、これペロペロってこう剥がしたいと思います。はい、こんな感じ。見える？じゃあ、もう一個も取っちゃうね、これね。ペロペロ。よいしょ。はい、ペロペロー。はい、取りました。なんか書いてある？これ書いてある方と書いてない方で、あ、両方書いたのか。どっちが右でどっちが左か。色で判断するのかな？ちょっと待ってね。L と R がどっかに書いてあるかな？あ、ここに書いてある。ここね。はい、こっちがライトで、こっちがレフトってことはね、はい、LR がしっかりと見える状態で書いてくれてありました。これはありがたいね、すごくね。じゃあこれどっちから先に使おうかなと思うんだけど、これね、思いっきり入れなきゃならないんだね、これね。先にこっちにしようかな、この柔らかい方。ね。この柔らかいのを、これ入れるのね、これ確かね、苦労するんだよな。ちょいとお待ちしないで。これどうやって入れんの？こっちだよね。これだよね。よっ。これだよね。ここの穴から、あ、ちょっと待って。これもっと下に向けないとダメなの？はい。これ、こうしないとダメなんだって。ね。おじいがこうして作業してても映んないとこにあったからね。ちょっと頑張って下に向けてみました。これね。こうしてよ、伸びるんで一回ちょっとこう引っ掛ければね、うん、よいしょ。
はい、このようにね、よいしょ、こうしてこれ伸びるんで、はい、このように伸ばしてね、はい、すっぽりとかぶすことができました。じゃ あもう一個ね、こっち側の方もつけていきましょう、ね、よいしょと。まあね、通常の YouTuber だったらね、ここ早送りするとかね、飛ばすとこなんだけど、おじいのところはこういうのもノンストップでねやります。だいたいね、もうあの買った人がね、だいたいこんな感じになるから、うんね、ここをかっこよく編集してね、しばらく見せたところでメリットがないよね、うん、はい、こんな感じで、ライトリフトができました。じゃあね、これちょっと一回くっつけて、ね、このレッドの方が、これがライトなんでね、常識的に、よいしょと、ちょっと待ってね、こうやって伸ばさないとね、ぐじゅぐじゅになっちゃうんでね、こういうケーブルってね。はい、それじゃあくっつけたいと思います。こちら側がレッドが、あ、ライトね、でここのところにこうしてね、こうパチンとね、パチンとこうしてね、入れるだけです。はい、そして、こっちの方がレフトね、はい、パチンと入りました。で、これがマーク2のこう振動板が入ってるんだけれども、これでちょっとこう中身見てみましょう。よいしょ、これね、よいしょ、はい、ちょうどこれで裏と表になってるから、はい、ちょっと影になっちゃうけどね、見えるでしょうか。こんな感じになってます。見える？ほら、こんな感じ、ね、これを中身を入れ替えることになります。はい、じゃあちょっとね、一回アングルを戻したいと思います。はい、アングル戻しました。じゃあね、実際にちょっとこの元々の標準の状態で、音を聞き比べてみたいと思います。それでね、どうしようかな。このいつもなら F1 プレイなんだけども、視聴者様からね、提供いただいたこのウォークマンがあるので、このウォークマンでちょっと音聞いてみたいと思います。で、本当だったらね、 Amazon プライムで今の配信を聞ける環境にあるので聞きたいんだけど、今実は収録する前に今日もまた1時間頑張ったんだけど、どうしても文字入力がうまくいかなくて、Amazon ログイン できない状態。毎日チャレンジしてるんだけど、だいたい30分ぐらいやるといつもくたびれちゃう。今日は1時間頑張ったんだけど、ダメでした、ね。そんなわけで、いつもの聴く曲は、魔王魂のノスタルジア、ね、こちらの方を聴いてみたいと思います、ね。まあ、ハイリズじゃないんだけどね、まあ、だいたいそんなに悪い音ではないので、ね、あれ、あ、もうあれなんだ、音が勝手に再生してたみたい。あ、ウォークマンってそうなんだ、スタートボタンを押さなくても勝手に音流れちゃうんだね。おじい知らなかった、これ気がつかなかった。普通再生ボタンを押してからスタートするよね。あんまり高級なプレイヤー座ったことなかったから。で、これね、かなり大きいので、おじい耳ちっちゃいからね、入るかな。あ、入る入る、普通にね。で、ここがちょっとこうねじれてるので、ちょっとこう慣れるまで使いにくいかなっていう、ね。じゃあエイジングしてないけども、いきなりオープンボックスの状態なんだよね、どんな音聞こえるかちょっと不安なんだけども、ファーストインプレッションで多分音ダダ漏れだと思うから、著作権フリーのノスタルジアを聞いてみたいと思います。再生ボタンを押しても再生しない、なんかおかしいな。おー、来た来た来た。お、音でっかくねえじゃんこれ。音は申し分ないぐらい大きく出るよ。わ、すげえいい音だな。うわー、いい音だよ、すごく。
すごい高音質、びっくりしたな。これさあボーカル来るぞ。ああ、これはボーカルにすごくいいよ。うん、すごい。なんかね、今までのデジタルミュージックを聴いてるような感じがしない。ハイレゾ音源じゃないんだけど、なんかまるでレコードで聴いてるみたい。うん、でこれね、奥に入れるのとちょっと手前に弾くのではまたすごい化ける。奥に入れると低音がものすごいドンドドンドドンってこう出るね。でもね、ドンシャル系のイヤホンみたいなそういう重みでドーンってくる感じはないね。バランスのいい低音、ちゃんとした低音、その品のある低音だね。重みもしっかり伝わってくるんだけど、音色が綺麗な低音で、高音がとにかくびっくりするぐらいハイクオリティの高音で聞こえる。わあ、これすごいな。で今大きい声で聞こえてるから表の音は聞こえないんだけど、うん、すごい、もうベリベリグッドのハイクオリティなクリアサウンドだね。これこれはいいね。うん、はい、よいしょと。うん、まあ、これ大きいのがねハマるかなと思って心配したけど、意外とおじいの耳のもフィットしたので、ちょっとびっくり、本人がびっくりで。これね、あのイヤホン自体がこれがね結構重みがあります。しっかりとした金属でできてるので重みがあります。だからね、あの軽いやつだとなんかこうプカプカしちゃうんだけど、これしっかりと重みがあるから、しっかりとこのガチッとついたら動きにくいね、そういう感じがします。で音はね、これ硬派、ものすごい硬派。最近のイヤホンはね、まあ、ある特性があるよね、本来の音の位置とは違う、要はエフェクトがかかって、演出をしてね、すごい立体感、臨場感を出して、ちょっとこう違和感とはまた違う感じで、ああすごいなんか斬新ないい音だなっていうね、そういうイヤホンの時代に突入しています。最近おじいがレビューしたいいイヤホンはそういうものが結構多いです。でその中で、フラット系でこれ音がいいよねっていうものも紹介したんだけども、これはね、そのいわゆる高音から低音までの境界線を感じさせない、要は滑らかな境界線がない高音から低音まで綺麗に鳴らしてくれるっていう。で、最近の流行りのイヤホンだと高音は高音、中音は中音、低音は低音で、しっかりとその分かれてる。で、分かれていて独立感があるっていうね、そういう表現をおじいはよく使ってたと思うんだけど、これに関してはその独立感がない。独立感がないというのは音の立体感がないかじゃなくて、そうじゃなくて、あの同じこの何て言うかな、このボールの内側というかドームの中で
その低音も中音も高音もボーカルも同じ空間の中で演奏していて、なおかつちゃんと楽器がね、あここだねここだねとかっていうのが分かる感じで聞こえてくる。だこれがね、すごい高音質なんだけどもシャリシャリしない、全体的にクリアな音なんだけどシャリシャリしない、だから素敵な音だから、こんなに高音質で聞いちゃってもいいの、このボリュームでこの高音を聞いちゃっていいの、なんか怖いんだけどって思ってもシャリシャリしない、耳に突き刺さらない、そんなね、素敵な音がします。これはねびっくりです、おじい正直ね、これはねいい音だね、これね、ちょっと待ってね、これね、うん、このウォークマンのこのついてきたね、まあ、1万円するこれよりもお値段が高いね、このソニーのこのイヤホン、これも結構めちゃめちゃ音がいいんだけど、ちょっとこれと比べちゃあれかもしれないけど、ちょっと比べてみたかった。よいしょと。うん。ボーカルが遠い。いい音だな、うん、やっぱりこれすごくいい音、うん、で、あ、いい音だなと思ったけど、ほんとねいい勝負するよ。でどっちかというとこっちで聞いた時は低音高音のボリュームを高音をちょっとこう上げたような感じのイコライザーのこの中央付近をちょっとねこう下げたような、で高音の方、皆さんが言うとこっちの方かな、を上げたような、そんな感じ、これと比べるとね、どっちが自然な音なんだろうって考えた時に、元気なおじいはこっちの、M2 Pro の方が自然に聞こえます、レコードを聴いてる時のような、うん、そんな感じがします。もう一回で、あとね、その音のキュンコ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 ンとかタララ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 タラララランとかってね、そこら辺はやっぱ密閉性がしっかりとしているので、くっきりはっきりと聞こえますね。もう一回比べてみよう、同じところをねちょっと聞いてみたい、よいしょ、はい、じゃあちょっと待っててね、ちょっと待って、これ刺さってないじゃん、よいしょ、うん、タララララン、タララランとか、ピドロロロっていう音はこっちの方が高音の楽器がすごいはっきり聞けるんだけど、ちょっとこう本来の位置関係にいる感じ、あくまでも主役はボーカルなんだよって感じなんだよ、うん、でピアノはここら辺でこうなってるし、やっぱこれレコードだこれ、うん、この臨場感もすごくいいし、そうね、まあオープン型っていいのかな、開放型っていいのかな、この奥に突っ込んでない開放感がありながら、この圧迫感のない音っていうのかな、いいね。
あ、そうかそうか。そうか。これ奥までグッと入れて聞いてるイヤホンと違って、こっからだから、その鼓膜までの距離がこう伸びるのと、ここの空間のところでこう音がこう、なんていうかな、こうスピーカーみたいな役目になってるんだけどね。それが広いから、このなんか優しさが出てくるんだね。これがね、おそらく。で、あとこう抜け感もあるだろうしね、これね。これはね、いい音です。ボーカルが、要は本来のデフォルトに近い位置と近い感じの音で蹴るっていうのと、楽器の絶対バランスっていうのかな、位置感っていうのかな、こっちの方はボーカルよりも前に出てきて、高音の要は楽器がシャシャリ出てくるんだよね、すごく。それでこっちはあくまでもこのボーカルがメインなので、このボーカルを演出するちょっと一歩後ろにいるっていうね、そんな感じで全ての楽器が鳴ってるから、やっぱボーカルだ、イオちゃんがいて後ろにキャプテンがね、シビデビシビデビってこうやってるようなね、そんな感じで主役は私よっていうのがね、しっかりと出してくれてるので、これはすごくいいです。で、音は綺麗クリア、ね、で、本来これを切り替えて楽しいんだよねっていうことなんだけど、このままの状態でそれすごくね、今音が綺麗なことが分かりました、ね、で、これがスポンジ1個くっつけてるだけなので、このね、ゴムゴム、このね、このゴムゴムをつけるとどうなるかというと、このスポンジだと全部ほとんどザルみたいに続けてる音が、これが今度跳ね返りが出てきます。これがね、ほんと厳選されたものしか出てこないのと、あと跳ね返りの音が出てくるので、ちょっとこの反響の仕方、これ音がね、かなりちょっと化けると思うので、あ、扇風機で待てちゃった、軽すぎてどこ行っちゃったんだろう、あとで探そう。今ここに置いたらね、扇風機で待てちゃった、今どこ行ったんだろう、軽すぎるっていうのもね、ちょっとあれだね。はい、じゃあゴムをね、伸ばしてちょっとこうイヤーピースを、イヤーピースって言わないか、これイヤーカバー、カバーっていうのかな、これね、うん、こうして、よいしょ、こんなもんかな、ね、ほら、こんな感じでね、ゴムゴムね、うん、ゴムゴム感が増しました。あ、やばい、ドライバーとピン飛んでちゃった、この、あ、いい子行方不明になっちゃった、どこ行っちゃったんだろう、またどっか探さないと、ピンもあるんだけど、いやー、暑いとね、あ、これは見つかった、今ね、ドライバーが1個ね、どっか飛んでいっちゃいました。あ、困ったな、交換できなくなっちゃった、あ、扇風機で、あ、ま、みんな落ちたんだね、うん、まあしょうがない、ね、これで、これはもう運命だよ、ね、ちょっと開けてドライバーやりたかったんだけど、じゃあ今回はこれ公開して音聞くとこまでで終わりたいと思います。ちょっと探さなきゃならないでね、うん、風で待ってっちゃうと思わなかったよ、うん、よいしょっと、どこ行ったんだろうね、見当たんない、うん、まあ、おじいのチャンネル見てるでしょうね、面白いでしょ、置いたものがなくなるし、コロ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 みんなこうしてね、消えてくんだよはい、着きました。はい、で今回はこんな感じになります。こんな感じで、これがね、このスポンジだとこんな感じ、見える？もうほとんどね、今逆から、今逆光になっちゃってるんだかもね、けどかなり抜けてるんだね、これね。さあ、じゃあこのゴムゴムで聞いてみます。どう変わるんでしょう。あ、ゴムゴムにすると、グリップが良くなるんだね、これね。グリップが良くなる。
どこの位置につけようかな。めっちゃグリップがいいね。で、このゴムゴムの方がつけた感じの感触が、なんか優しいっていうか、うん、安心感がある。しっかりとこびりついてくれてるようなね、うん、で痛いとかそういうのは全くないです。あ、またこれ音ガラッと変わったな。これどこの位置で止めよう、奥にあるとすごい低音が出るんだよ。まあ聞く曲によるかもしれないけど、少なくともこのノスタルジアを聞いてる限りでは、やっぱおじいが想像したようにその全部続けなくて、で出口が限定するんで、一回中に戻ったものが反射してこうやってくることによって、反響するというか高音質になるだね、ものすごい高音質になる。でこのゴムゴム感もあるから、あ、これによって反射するのもあるから、やっぱ想像した通り、高音がすごい。だ、高音がちょっとこうシャリ気味になってくるっていうのと、ボーカルがすごくもうちょっとレッドゾーンに入ってきてるというか、シャリ気味に入ってくるというか、クリアの心地よさをちょっと飛び越えちゃったなって感じで、うん、装着感はこっちの方がいいんだけど、明らかに聞いてて心地がいいのはこっちのスポンジです。おじいの好みはね、こっち側はね、ちょっと何曲か長時間聞けるっつったら、うん、ちょっとおじいは聞けないかなっていうね、ちょっと突き刺さりすぎだと思います。まあ、その分はこっちで調整するってことになるんだけども、デフォルトで聞いた感じ比べるともうちょっとくっきりしすぎちゃって、ちょっと耳障りかなって感じがします。この状態でこっちと比べたらもう圧勝で、うーんって感じにはならないかなってね、そんな感じがします。はい、そんな感じで、じゃあこれ両方取っちゃったら、ノーマルでね、これ何もつけない状態だったら、じゃあどんな音になるのか。このゴムゴムはおじいがつけた状態、この曲を聴く分、ウォークマンで聴く分には不合格です、ね。で、でもこのウォークマンとの相性というのもあるからね、うん、あ、何もつけないとね、ちょっとそうだな、まあ、つけた感じがダイレクトだと、うん、なんかちょっとなんか痛いわけじゃないけども、なんかこう何が引っかかってんだろうね、なんかちょっと違和感があります。うん、ない方が音がいいよそう、ない方が音がよくて、だからそこに耳にちょっとワンクッションソフトに置いたこのケバケバがやっぱりいいんだよ。
ちょっと待ってて。今まだ晩鐘だから。ね、今週でしょ。だから外した状態だと抜けてちゃうだけだからスコーンって感じの高音しか聞こえないけど、耳につけることによって自分の耳がウーハーになるからね。困ったな、ドライバー見つかんないな、カタポ。うん、よいしょ。でこれでね、音を聞く人で、中にはドンシャリ系でこうずんだんずんだん、これが好きな方はもうちょっとこう低音、要は押し付けると低音は出るんだけど、みんな耳の形状違うよね。でおじいの耳はすごいちっちゃい耳が。で左側のところに細いんだけども、押し付けるのに限界があるので、低音がものすごく十分に出るところまでは押し付けることができません。で、指で押し付けるとすごいドンドンっていうところまで行くんだけど、離すと浮いちゃうんだよね。だからおじいの耳ではまあ普通のロックのこうズンチャンズンチャンズンチャンみたいな、あんな感じのね、ズドズドした音までの再現はない状態で聞くことになります。でこれがね、本当におじいがいいね。あ、これレコード聴いてる感じだなって言ったけど、レコード聴いてる感じです。レコードを普通の低音高音プラマイゼロの状態でボリュームを上げていいやつで聴いてると、シックカのやつで音聴いてると、だいたいこれぐらいの高音質の音だったよねっていうね。で、ボリュームをもうちょっとこうなんていうか上げるとか、低音をこうグーッと回してドッドッドッってやっていく、この、まあ、本来レコードを聴いてる時の、調整お楽しみっていうのかな、最初デフォルトにこうジェルジェルに戻してからこう毎回毎回調整していくっていう、そういう楽しみがあるんだけども、まさしく本当レコード自体に聴いてる感じがするね。だこのね、高音の出方が本当にレコードを聴いてるような感じなんで、おじいにとってみたら違和感がない、一番安心できるホームポジションで聞こえるんだね。この何て言うかな、綺麗なこのクリア感っていうのは、これに似たものって何かあるかな。ちょっとね、この中に押し込めるタイプじゃない、こういう開放型のやつの音だとあんまり比較するものがないんだよね。でこのね、シマバットさんのちょっとモデルナンバー忘れちゃったけど、似たようなやつをね過去に使ったことがあるんだけど、おじいの記憶で言うとそっちの方はね、まあ、普通の音だったので、まあ、格段に今回のやつの音がねいいっていうのがおじいの記憶です。またちょっと掘り出ししてみて聞き比べてみようかなと思います。で、あとね、まあ、開放型に近いというと、最近で言うと、あれ、またないのあれ昨日までここに置いてあったよね。笑顔 GP さんの、プレイヤーについてた開放型のやつがあるんだけど、あれどこ行ったんだろうね。ここに置いてあったよね、ずっとね、何日間も。
あれに近いのかなと思いつつ、あちらの家賃よりはこちらの方が全体的に音がね、まあ、まとまってるというか、綺麗に聞こえる、こっちの方がしっかりと、そんな感じがします。ちょっと聞き比べをしたかったんだけど、まあないんだよね、ちょっとしょうがないよね、こればっかりはね。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。で、本来今この動画でやりたかった、このこれキュルキュルっと分解してこのドライバーを出して比較してみるっていうね、そこまでやりたかったんだけど、これ1個ねなくなっちゃったんで、ちょっと見つけなきゃなんないので、今回は残念だけどここで終了したいと思います。次回はこれをね、一応ちょっとこうキュルキュルキュルっとこう分解して、でこの中に入ってるドライバーと今回のニュードライバーとをちょっとこう比較してみたいと思います。でまだハンタはね、そのハンタセットがあるので、こうハンタでくっつけなきゃならないらしいので、それはねまたもう一回動画やり直すと思います。もう一個作ると思います、これはね。はい、そんなわけで、オープンボックスのファーストインプレッションでしたね。まず元気なおじいの印象に残ったものというと、この素材のこの金属製のやつ、これがしっかりとしているので、まあ、持った時の重さが気に入ったっていうのと、見た目のこのデザインがものすごく、このゴールドラインがものすごくこうパンチが効いてるのかな、見た目がすごくいいね。そして、これつけた時のこのフィットがちょっと収まる場所を自分で決めるのが大変なんだけど、意外と耳の中にも入る、ちっちゃい耳のおじいにも入ったんで、まあ、ここのところはまあ合格かなと。ただ収まるポジションの奥行きはちょっとね、どこにしようかなっていうのはあるものの、まあ、心配していたこれ入んないだよねっていう人も多いと思うんだけど、これはしっかりと入る形状をしています。これはびっくりした。でもう音は今言ったように高音中音、ね、低音綺麗です。で低音の方がこのつけてるポジションによってはちょっとやや足りないかなっていう感じで、まあ、モジュラー資料プラスマイナスゼロでちょっとこう上げたくらいかな、低音がちょっと足んないかなっていうぐらいで聞いてるような音なんだけども、決してこう細いような音ではない。でボーカルがボーカルを中心に、他の音がちょっとこう控えめに後ろに下がった状態なんだけれども、遠くにちっちゃく聞こえるわけではなくて、しっかりと音は出てる。だ音がちっちゃくて遠くっていう意味ではなくて、ちゃんと後ろで鳴っている感じがするっていうね、そういう感じです。で、まあ、高音はしっかりと主張してるし、あと余分なね変なもじもじしたノイズ感っていうのがあまり感じないかな。うん、ただ残念ながらこっちの方で聞いた時に高音すぎちゃってシャリシャリしてるので、ちょっとおじいの耳には聞くに耐えらなかったんで、これはちょっとねもうちょっとこう改良の余地がありかな、それかもしくはウォークマンではない違うもうちょっと音がねあまりよろしくないもので聞く時にはこれが威力を発揮するのかなという感じがしますね。そんなわけでおじいはこれはうん、こういうタイプのやつは多分2個目か3個目だと思うんだけど、これはいい音だなって思いました。でこれがそれじゃナンバーワンかって言われるとちょっとそこは難しいと思います。今まで聞いた中のナンバーワンかと言われたらそうではないような気はします。でも今まで感じたことのない、そのもう一歩前に飛び出てきた音を聞くことができる。これどういうことかっていうとね、例えば音楽を鳴らしているなんかバーみたいなところがあったとしたら、お客さんの席で聴いてるのが通常の聴いてるポジションだとしたら、こっち来て、来て、おじいさん来て、あ、じゃあもうね、はい、おじいさん前に来てください、ね、あ、いいですか、こんなって言って、で、ステージの前のボーカルのところに行ってね、はい、じゃあ特にここにじゃあ聴いててみてくださいって感じで、そうやって聴いてるような感じ、結局。だボーカルメインの後ろでちゃんとねバックの音がいっぱい演奏があってっていう、その中で楽しみます、これはね。はい、まあ、あとはこの引っ掛けるこれが好みだよ ね。これはおじいが結構苦手な方なんで、でもこれ引っ掛けるタイプじゃないとこの開放感とこの音の鳴り方ではね、この臨場感が再現できないんじゃないかなと思います。
はい、おそらくこれがね M1 だと思うので、この M2 のねこちらの方に切り替えてちょっと違いを早くびっくりしたいんだよね探したいと思います。はい、ファーストインプレッションでした、なかなか面白いいい感じだね。真のこちらの方はネクストね、何かカミングスーンっていうのカミングスーンじゃないネクストシーズンね、次の動画でお楽しみになってください。あれだけでちょっとでもね参考になった方とか暇つぶしになった方はグッドボタンチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。でこのね、スママットさんの M2 プロなんだけど今現在まだ日本のアマゾンとかでね売ってるのを見つけられなかったので、なので、この動画にリンクはありません。一応公式ページとあと、まあ、あれはみんな探せばわかるよね。だから公式ページだけ一応リンクを貼っていくので、そこからまた飛んでいってみてください、ね。であとこれに関する質問とかね、おじいあしてこうしてみたのがあったら要望があったらおじいその動画を作りたいと思います、ね。今回はこのねスマバットさんから直接のオファー来たんだよね。まあ、おそらくいろんな YouTuber さんがこれからこれレビュー入ると思いますね。1ヶ月以上ね、ちょうど1ヶ月か1ヶ月かけてやっと届いたのでね、いやはるばるよく来たね、そういえばそうだったね、こんなお話もあったねってね、忘れた頃にやってきた。本当ね、よく来てくれました。であとこのイヤホンなんだけども、これは結構見た目もよろしいし、おそらく素材見ればね、これなんだろうね、これシルバーかなんかのやつかな、しっかりとしてると思うので、まあ、じっくりこの辺も次回の動画で解説したいと思います。一応オープンボックスの動画ということでここまでになります。いやー楽しいね、やっぱね、音聞いてるとあっという間に時間過ぎちゃうね。もう10分ぐらい過ぎたでしょ、彼もね。なんだけで、そのまた M2 プロのオープンボックス編でした。次回の動画をお楽しみください。またね、バイバイ、ビョビョー。